先週土曜、春の高校バレー福島県代表決定戦女子決勝。ハイセット朝倉が最後も決めてきた。10連続ポイント。3年連続20回目の優勝です。郡山女子大学附属高校の皆さんです。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、ずっと今までたくさん苦労してきた、たくさん辛いこともあったんですけど、まず優勝できてホッとしています。涙止まりませんでしたね。はい、本当勝って嬉しかったです。今日は個人としてはヒロインに拾いました。仲間がつないでくれたり、ブロックがみんなが協力してやってくれたので拾うことができました。接戦が予想された女子決勝ですが、終わってみればストレート勝ち。勝利を決定付けたのは絶対的エース目黒愛理選手の必殺技です。左奥を狙っていきました。ワンレッグ決められます。目黒3点目。あ、綺麗でしたね。目黒選手が得意とするブロード攻撃、このようにコートを横断して攻撃するため相手ブロックに的を絞らせません。片足だけでジャンプをするためワンレグとも呼ばれています。決勝では相手の厳しいマークにもかかわらず、目黒選手はワンレグで9得点を決めました。後輩とか同期の子とか先生方の支えもあったし、そこで自分のところにトスが上がってくるっていうのは逆に誇らしく思います。1月5日から開催される春の高校バレー全国大会に向けて意気込みを。全国大会ではもっとトップレベルのチームがたくさんいると思うので、自分たちもそれに負けないように勝ちにいきたいと思います。よりレベルアップできるようにもっと一人一人の意識を高めて全国ベスト16になることです。一人一人の力を合わせて和の心でやっていきたいと思います。